今日のお昼ご飯です。これはホームロール、オムライスなんですけども、巻きずしみたいに巻いてます。で、スープ、サラダ、それじゃケチャップをかけて、まあいいか、うまいね。うまい、大好きでしょ。なんで来たら溶けるような、うまい、そういうこういうちゃんと形のある天ぷらのうまさですね。
で、向こうは、とりあえず、ヤジだったんですけど、今みたいに、ファミレスなんかなかったから、もちろんオムライスを食べようと思えば、デパートの食堂に行かないと食べられなかったんでしょうね。カレーライスなんかもそうですよね。食べれますね、これは。
せんのもいいな。じっくり出てますね。しますね。
味が分からなかった時は、こんな大好きなオムライス食べても分かんないんですよね。なんか味のない粘土を食べてるような感覚で、今から思いますね。こんなうまいものを何でうまいと感じたんですか、食べないのかなって思いますね。パセリ入ってるんですけど、すごい風味がありますね。パクチーとかだったらどうなるんだろう。パクチー食べたことないからわかんないですけど、あっという間だな。まあ、お祭りという季節さんです。ありがとうございます。ごちそうさまでした。